こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。次期ステルス戦闘機開発が見えてきた。2035年に配備開始。量産がされていく計画になる。次期ステルス戦闘機はイメージは、格好いい非凡らしいデザインとなる。また、第6世代戦闘機は、偵察機にもなり、一機で多機能な性能を、含んでいることは各国同じ条件だろう。すべての操作を可能にできる。命令が発令した時のこと、すべてを掌握できる能力が金揃っている。中国もステルス戦闘機量産型が配備されるとの情報もある。では、F3 ステルス戦闘機の今後の課題を見ていこう。日本にとっても抱えている重要な問題となる。かねて、より、その方向性が注目を集めていた航空自衛隊の F2 戦闘機の、後継機開発について、2020年7月7日、防衛庁が与党自民党の国防議員連盟において、マイルストーンを示したことが報じられた。防衛省の次期戦闘機は、NGF、通称では F3 と呼称されてきたもので、現在航空自衛隊が調達中の F35 ライトニング2が第5世代戦闘機であることに対し、その次世代の第6世代と位置づけられている。現在の航空自衛隊の主力戦闘機がF-15 イーグルから F-35 ライトニング2に置き換えられるように、支援戦闘機である F-2 戦闘機をこの NGF が代替する目的で開発されることが決定していた。今回明らかにされたのはこの NGF の概算の開発期間であり、現行のF2 戦闘機が退役を始める2035年を見越してテスト用の機体を2024年度から製造、7年後の2031年には量産化を始めるとしたものだ。もう少し細かく見ると、2020年度から2027年度にかけて企画・設計を実施し、一部並行した2024年度から2032年度でテスト用の機体を製造、2028年度頃からテスト飛行、2031年度に量産化の予定となっている。大枠の基本方針としては、あくまで日本が主導するプロジェクトとすることが打ち出されているが、アメリカ等の既存の航空関連企業からの技術的な協力を仰ぐとし、その具体的な協業先も2020年内で確定させるという。国外の協業先としては、すでに具体的な第6世代戦闘機のテンペスト計画を進めているイギリスや、もちろん第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の大元の生産国であるアメリカが候補となるとされている。しかし、より現実的には、開発期間のスケジュール的な観点や、現状すでに自衛隊の装備品がほぼアメリカ製の兵器システムに占められる点などからも、イギリスという選択肢は有名無実との見方が多い。次期戦闘機
NGF の使用についても、詳細はこれから具体化されていくことになろうが、現時点では高度なステルス性や友軍戦力との情報共有能力、自立型無人航空機の完成能力などの実現が懸念されている。これらのうち、ステルス性に関しては、実証実験機となった通称、新進のノウハウが用いられるものと想定されるが、情報共有や無人航空機などの項目については、やはりアメリカからの技術なしには厳しいだろう。また、機関部については、IHI 社の総発エンジン、XF-9 が2018年の6月に防衛装備庁に納品されており、こちらをベースとした量産型エンジンを生産して搭載する可能性も高いと見られている。ただし、次期戦闘機 NGF の開発については専門家を含めても懐疑的な意見が大勢を占めているといえ、そもそも現行の F2 戦闘機に関しても、その当時からすでに日本独自での開発はできなかったとの指摘も多い。そうした視点から見た場合、F2 戦闘機自体がアメリカの F16 戦闘機を政治的にベースとせざるを得なかったという見方や、そもそも日本が独自に戦闘機開発を進める能力自体に欠けているとする声も聞かれる。現行の F15 戦闘機までは日本国内でのライセンス生産を行ってきたことで、かろうじて航空機開発の技術的継続が図れていたが、この生産終了と同時に F35 ライトニング2ではほぼ組み立てだけになったとの指摘もある。またこうした F15 戦闘機のライセンス生産を実施していた時点と比較し、それに関わる防衛関連企業がその生産終了の余波で複数撤退を決めていることも、ますます日本の戦闘機生産を困難にしているとも言われている。具体的には住友電工やダイセルといった企業がそれに該当しているが、日本の防衛関連企業の根本的な課題としてアメリカやヨーロッパなどを含む多数の国の企業と異なり、輸出による生産を通じて成立させることができない。これは今に始まったことではないのだが、兵装や電子機器は別としても、このところ毎年1隻ずつのペースで建造が継続されている。潜水艦の三菱重工業や川崎重工業でも同様で、企業側の国への奉仕が前提とも言える。このことは表面的な政治上での建前とは別に、他国への武器輸出で利益を上げるという矛盾は抱えずに済むものの、健全な事業としての兵器産業そのものが今の日本では成立し得ないとも言えるだろう。さらに言えば F15 戦闘機のライセンス生産による調達価格はアメリカ本国での約3倍にも達したとも言われており、技術移転ではなく費用的な効率を重視するならば、すでに破綻していたとも言うことができる。政治主導による
トップダウン導入とも言われた陸上迎撃システム。イージス・アショアも現実的な有用性の検証から配備中止が決まるなど、一度決定された判断が覆ることも実際に起きている。艦惑場磁気戦闘機 NGF の開発も実戦経験のない日本だけに、無駄な資金を投入しただけで終わるというようなことのないことを信じたい。